うわぁ、みんなこんにちはなのだメイランなのだ。皆様こんばんはフィアと申しますわ。今回も妖怪ウォッチ3の実況。始まるよー。やったーなのだ、今日はフィアと一緒なのだ。うっふ、私もメイランと一緒で嬉しいわ。今日は二人で頑張りましょう。のだ、今日はメイランがパーティーを考えてきたのだ。主役は視聴者さんからのリクエストなのだ。リクエストありがとうございますわ。果たしてどんなパーティーかしら。むっふ、今日はメイランの自信作なのだ。きちんと中途に勝てるように考えて組んだのだ。ふふ、それは楽しみね。それでまずはナローちゃん。ナローにゃんね。そうにゃ、子供扱いはやめるのにゃん。別に子供扱いしてるからちゃん付けしてるわけではないんですけどね。むう、いいからナローにゃんはもうこの粘りお願いしたのだ。にゃれにゃれ、やっぱり俺っちの助けが必要にゃんね。ほん、シシマルはチャージ無重力コンなのだ。そして今回の主役、のっぺらぼうもチャージ無重力コンなのだ。なるほど、前衛必殺のシシマルと、後衛必殺ののっぺらぼうを入れた必殺連射パーティーね。そうなのだ、どっちも装備枠2つなのが偉いのだ。無重力コンなのは相手の口滑らしや太陽神の床を気にしなくていいように装備させたのだ。そう言いつつ自分では使うのね、口滑ちゃん。シシマルとのっぺらぼうは待機時間が長いからしょうがないのだ。それと不思議人を組みたかったのだ。なるほど、床対策にティーコマさんじゃなくて無重力コンにしてるのはそういうことね。そうなのだ、今日は勇まし不思議人の火力マシマシパーティーなのだ。マシマシ？姫から教わった言葉なのだ。にゃ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 。マッチングしたのだ、よろしくお願いしますなのだ。よろしくお願いいたしますわ。相手は SSS ランクなのだ。勝ってフィアに褒めてもらうのだ。あらあら、応援してるわよメイラン。のだ、どんなパーティーもドーンとこうなのだ。怨念のシシマルのスペラ棒は取り付きやすくしてるから頑張れば勝てるのだ。む、しかしこれは、最初に見えた台無し。これはお相手必殺技メインで攻撃しつつサドンデスまで耐える。相手も必殺連射パーティーなのだ。見たいね、おそらくマイニャンはダークガードで極楽の術のヒーラー型ね。むむむ、空に水くがいなかったらかなり危なかったのだ。ああ、バフ奪われて強化させちゃったのだ。このパーティーの壁はみんな守りが低いのでちょっと怖いですわね。そうなめはなるべく早く倒しておきたいところ。必殺技も強力ですし。了解なのだ、シシマルとのっぺらぼうでなんとかするのだ。とりあえずまずはシシマルの必殺技なのだ。きちんと空に水くも出してマイナンに当てるのだ。きちんと必殺を打つ妖怪を先に動かす移動ラブを活かせてるわね。もちろんなのだ、メイランいろいろ勉強したのだ。ふっふっ、相手のマイナンにドカーンと食らわせてやるのだ。あらあら、でも油断はしないようにね。ほら、お相手は警戒してマイナンを後ろに下げちゃった。うわーん、やられたーなのだ。でもこんな時のためののっぺらぼうなのだ。口滑らしのおかげで待機時間が短いのだ。これならマイナンが動ける前に必殺打てるのだ。あら、そういえばのっぺらぼうちゃんは D ランクでしたわね。道理で。そうなのだ、E ランクじゃないから移動2回で用意たまらないのだ。ちょっといろいろもどかしいわねそれは。のだ、でもこれが普通なのだ。装備枠2つで E ランクのシシマルがおかしいのだ。あら、トホホギスも E ランクで装備枠2つよ。トホホギスは種族が微妙で必殺範囲も狭くて威力も低いからいいのだ。散々な言われようですこと。ごほん、そんな妖怪の話は置いといて、なのだ。いよいよ主役ちゃんの必殺ね。のっぺらぼうの必殺は無属性なのだ。どんな妖怪にも最大火力が出せるのだ。同じ無属性のパンドラの必殺は222、それを踏まえると火力は使い値ですわ。のだー、せっかく当てたのに我慢コンだったのだ。なるほど、無敵コンでしたのね。我慢コンの線も考えたのだけれど。うむむ、気を取り直すために口すべを出したけどシシマルの様子たまったのだ。先に口すべから打つべきなのだ。それともシシマルにした方がいいのだ。まずい、4C であるメイランの脳にものすごい負荷が。ここはもったいないけどシシマルちゃんを移動させて陣形を揃えるのよメイラン。うわぁ、わかったのだー。ピヨピヨ子なのだー。とりあえず口すべで相手の盤面を乱すのだ。やっぱりシシマルの容器もったいないのだ。2回の移動で溜まるし、そこまで大きな問題じゃないわよ。次はシシマルちゃんの必殺よ。流れを取り戻していきましょう。もちろんなのだ。きちんと空に水くを出して、なのだ。シシマル以外を移動させてラグも作るのだ。あら、お相手のティーコマさんがちょうどいい位置に。ふっふ、床対策のティーコマさんは嫌だったのだ。シシマルの必殺で削っておくのだ。そうなめはこれでシシマルちゃんの必殺を2回受けるわね。もしかしたら倒せちゃうかも。ふう、数的有利なのだ。あら、私には相手のマイナンのカウンターが見えたけど。まずいのだ、主役ののっぺらぼうがやられたらダメなのだ。ナローニャンを生贄にできなかったのだ。生贄、いともたやすく行われる切ない行為にゃん。困ったら俺っちを盾にするのはここのメンバー共通にゃん。ナローニャンが頼もしすぎるのがいけないのだ。
ぶっちゃけナローニャンがいればなんとかなるとみんな思ってるのだ。ナローニャンがいない対戦はもう考えられませんわね。にゃはは、そこまで言われると照れるにゃんね。よし、じゃあこの必殺でかっこいいとこ見せちゃうにゃん。ああ、でも相手の前にゃん移動しちゃったのだ。一番当てて欲しかったのだ。あら、しかもズラディスが出てきましたわ。もうこの粘りを封じられちゃうピンチです。あれ、また何かやっちゃいました。うー、しかもまだコン全然なのにゃん。あれ、これピンチなのだ。シシマルちゃんはここでちょっと不利になりましたわね。振りどころじゃないのにゃん。前衛必殺いなくなったのにゃん。もう頭脳的のオレッチや火の鳥で壁を倒さないといけなくなったのにゃん。しかもズラビスのせいでオレッチはずっと居座るわけにもいかないのにゃん。にゃんにゃん可愛いですわ。え、あーえ、ごめんなさい。うばー、ナローニャンは絶対守るのだ。にゃん任せたにゃん。相手のマイニャンは倒したにゃんよ。一撃ってマジなのだ。これがサス主事、元イサスが主人公ですわね。やるだけのことはやるにゃん。だからメイランも諦めずに指示を出すのにゃん。ナローニャン、わかったのだ。こうなったら勝ちに行くのだ。ノッペラ坊はこれで十分な活躍をしてくれたのだ。あとはそれをつなぐために勝つのだ。主役といえど生存意識で無理な立ち回りをしては危ないものね。のだ、すぐにティーコマさんの必殺が来ると思うけどノッペラ坊で受けるのだ。そうすれば相手の必殺は全部打ち終わるのだ。それならナローニャンを安全に出せるのだ。あら、まだダイナシンの必殺が残ってるわよ。だ、ダイナシンの必殺は弱いから受けてもナローニャンはとどめ範囲外なのだ。と、最後の最後で手を抜いちゃダメよ。のだー、火の鳥の必殺でズラディス倒せないのだ。のっぺらぼうちゃんが必殺で結構なダメージを出してくれたし、もしかしたら、うおー根性抜けるのだー。あら、なんだー、もう瀕死だったのだー。これでナローニャンを堂々と出せるのだ。主人公、剣山にゃん。もう完全にナローニャンが主役ですわね。あれ、また何かやっちゃいました。無意識無双始まるのだ。ナローっぽいのだー。実を言うと私ナローニャンのナローの意味をよくわかっていないのだけれど、メイランは知ってるみたいでちょっと複雑。メイランきちんと勉強したのだ。ナローは最強主人公のことなのだ。そうにゃ、オレッチがいればどんな試合も勝てちゃうのにゃ。先ほどズラディスに怯えていましたよね。ナロー主人公にマイナス意見は言わないのにゃ。あら、これは失礼。そりゃ、これで床も消せないにゃんね。わーい、強い強いのだ。あっという間に逆転しましたわ。ムックック、これは勝ったなのだ。やっぱり自分で考えたパーティーが強いと嬉しいのだ。あら、そういえばこのパーティーはメイランオリジナルでしたわね。成長が垣間見えて私は嬉しいわ。超我満貫通、えへへ、フィアに込められたのだ。テンプレたくさんだけど良かったのだ。む、確かに言われてみればテンプレ妖怪多いわね。これ以上マイナー増えるとオレッチの負担増えるからこれでいいのにゃ。ナローニャンは楽したいだけなのだ。マジで普段から負担多いんですけど。あはは、とりあえず本日の動画はここまでですわ。またねーなのだー。